FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。ホノルルラジオ K2 をお聞きの皆さん、アロハ、小柳ゆきです。今日はミスター都市伝説がゲストに来てくれるということです。信じるか信じないかはあなた次第です。それでは行きましょう。小柳ゆきアンファンエリア、いよいよ明日ですよ。12月15日ツアーの初日を迎えます。はい、ということでですね、今日はこの番組のリスナーの皆さんだけにライブの舞台裏、まあ、大したことやってないんですけどね、はい、ちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、ライブ前日、もうね、ライブ前日どころか、あのこのもう準備の段階でもう頭がパンクしそうな感じに実はなっていたんですけれども、いや、いいことですよ。でもこれだけこういろんなことを考えて、いろいろな人たちがいろんな知恵を絞って集結してくれて、あのステージがバツンとね決まれば、まあ、決まらなくてもね、みんなで作り上げたものが、いや決めますよ、決めますけどみんなで作り上げたものがね、バッと皆さんの目に耳に入ってくれるこの瞬間、そしてこの終わった後の達成感、これをね考えるとね癖になるわけですよね。この今の頭の破裂そうな感じも、まあ心地よかったりもするんですけどね。考えてると、そう、何をしようか、こういうのをしようか、ああいうのしようか、こう考えてる時がすごくこうなんつうのかな、ワクワクする。例えば遠足とか、あの遊園地行こうかとか、そういうふうなこう計画を立ててるじゃないですか。その時ってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。まあ、それと一緒の感覚ありますね。ただちょっと頭が痛い時もありつつまあでもそれが楽しいなという感じなんですけれども、ちょっとね舞台裏というかライブのね前の日は何やってんのとか、そういうのをちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれども、ライブ前日はですね、何をやってるかというと、とにかく集中します。なので今日なんかのあれは、あのこれはあの収録させてもらってるんですよね。もうあの前日と言いながら収録させてもらって本当申し訳ないんです。本当は生でやりたいんですけれども、あの前日はあの集中にもう限るんですよ。これ頭の中で全部整理してイメトレして、それをね、あの一日の工程も全部こうあれ頭の中で繰り返してやらないとあのダメなんですよね。でその次の日に備えての体調管理 と、テンション管理と、あのそういうことをしてるとね、もうあっという間にあの時間が過ぎてしまうので、前日はそんな風にしてあの過ごしているんですけれども、あとはこう何を食べるかっていうと、こう納豆とか、うん、あとは大根とかトマトとか、だからそういうちょっとは何て言うんですか、元気になる体に一応サラサラにしたりとか、あとは肉とね、白飯と、うん、ここら辺は食べとかないと、もう次の日力が入んないで、やっぱ肉は食べなきゃダメですね。歌う時は肉と白飯、これはもう絶対だから、唐揚げをよく食べます。歌う、うん、その日とかは結構ね唐揚げとかも食べたりするんですけど、やっぱ気合い入れにはね肉ですね、うん、あとはやっぱ、健康的な野菜ね、うん、そういうのを食べたりして、で寝る時間なんですけれども、他難しくて、早く寝たいんですよ。早く寝ないと声がカスカスになるんで、早く寝るのを心がけてるんですが、まあ寝れないっすよね。もうドキ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 して寝た心地がしないんですよ。お布団に入ってもなかなか寝れないんですけれども、まあ寝るように努力します。はい、そんなことをして前日、本番日、本番前過ごしております。皆さんライブ楽しみにしててください。そしてですね、ライブ本番に皆さんね、これ決めましたね、先週ですか、ライブの中で皆さんと一緒にこう何かをやろうと決めました。先週 We Can Go Anywhere という曲の中で、タオルを、両手に持って横に揺らす、ね、これ隣の方に迷惑にならないようにね、横に揺らしてもらいたいなと。 We Can Go Anywhere なんですけども、この番組の中のエンディングテーマにもなってるんですが、この曲どこで出てくるか、多分不安になると思うんです皆さん。あれ終わっちゃったよみたいな、ちょっとなる可能性があるんですけど、呼んでくれれば出てくるんでわかりました、言ってることわかりますかね、なんとなくニュアンスで受け取ってください。呼んでくれれば出てきますよ、うん、それやるために。なので、待っててください。ぜひ最後まで、で客席にいてくださったら、それがあると思うので、皆さん一緒に
やりましょうということです。楽しみにしててくださいね。帰らないでくださいね途中で。はい、さてこの後はですね、なんとミスター都市伝説スティーブン・セキルバーグこと関昭雄さんがスタジオに遊びに来てくれます。お楽しみに。スタジオにゲストをお迎えしておりますこの方です。ご自身、自己紹介お願いします。どうもミスター都市伝説関昭雄です。イエーイ。いやこの番組に私呼んでいただいて本当に感謝しております。もう本当にお忙しい中もお越しいただいても本当にありがとうございます。いいえとんでもないです。もうここでねもう交わったっていうこの喜びで今満ちてって。いや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 、もうなんかもう私大ファンでして。いやいや、こちらこそですよ。いや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 の言い合いになりますけどもほんで仕事からね僕あの海外にね行かしてもらうことあって。そうですよね。でそこでいろんなね向こうの人とのコミュニティでも喋りかけたりとかね、うんうん、でそういう日本の情報を今何か知ってるのあるとか自分からよく結構聞くんですよ。そうなんですね。はい、だから飛行場とかでもなんかやっぱね日本に向けて行く外国人の人多いから、うんうん、日本にどういうね知識持ってんのっていうのを聞いていく中、うん、意外とゆきちゃんのねこの曲知ってるかって向こうから言ってくるんですよ。ちょっとびっくりですよね。いやすごいですよ。でそれが今回、はい、そのあのまあ、メキシコのね空港内で一回会って、うん、それからニューヨーク経由で日本に帰ってくる時にも向かい人に、うん、こいつ知ってるかっていうので聞かれてたんです、それで日本に帰ってきた時にこのラジオの話があったから、うん、いやこれちょっと本当出させてくれよっていう中で来てるんですよ。本当にありがたい。もうありがとうございます。え、あのあれなんですか、もう全然もう外国の方とかとも普通にコミュニケーションどこでもこう取られちゃう。もう全然片言ですけど、うん、でも基本も気持ちの問題じゃないですか。こっち日本語で喋っててもどっかしら何かしら通じますし。そんなもんですか。はい、年末の本当にお忙しい中にお越しいただいてということで本当にありがとうございます。はい、あの都市伝説のあのこのいろいろなね、うん、関さんの今後のあの動きがもうすごい今すごいたくさんありますね。12月19日に新しい都市伝説の DVD が発売になるということで。これはあのやりすぎ工事っていうテレビ東京さんの、あの番組があるんですよね、うんうんうん、でそこで今までロケに行ってることが あくまでもまだ、まあ、あのダイジェストになって、うん、DVD 上下巻で19日に発売される、うん、いいですね。そうなんです、うん、この DVD をちょっと本当に見てほしいんです。で今、まあ、この19日っていうタイミングっていうのもね、うん、12月の年末のタイミングっていうのも地球滅亡説っていう都市伝説があるわけですよね、うん、あそれマヤのやつですか。マヤのやつです、うんうんうん、ね、で果たしてその12月ですよね。12月の22日に地球が滅亡するって言われてるっていうこの、まあ、説ですよ。で果たしてこれが本当なのかどうか、うん、その裏に隠された真実は何なのか、うん、そして新たな時代を迎えるための今準備段階ですっていうことですけど、あちょっと DVD も見ていただいて、うん、で本当にそのもう自分からバンバン喋っちゃいますけども、12月21日の夜9時からテレビ東京系でやりすぎ工事のスペシャルがあります。うん、それを見ていただければなんとなく新時代への道のりが見えてくるんではないでしょうか。いいですね、見たいです ね、 ですね、20日ですか。12月20日ですね。あ違いません、はい、12月21日夜9時からですね。はい、はい、やりすぎ工事は12月21日、はい、で DVD はその2日前に出ます。19日、はい、12月19日、はい、あと12月20日には、はい、都市伝説トークライブということで、はい、あのこれ、まあ、タワーレコードさんの方で、うん、あの DVD 発売にちなんだイベントの中で、うん、ちょっと久しぶりにトークライブをやることになりまして、都市伝説の披露をされるんですか。そうですね、うん、あの新時代に向けての何が必要かっていう話になっていくと思います。聞きたいですね。でもそこら辺でねもう皆さんね何かこう求めてる人たちがバッてきますから、うん、あのその時当日って入れるんですか、うん、普通に。これはね、あ DVD を買った方が、あ DVD を買った方が入ってこられると、うん、ということなんですね。それそうですよね、DVD も見ないで何、ね、僕の話聞いても、ね、全く分かんない話ばっかりしますから。そうですよね、すごい深い話いっぱいこの本の中にもずっと書いてらっしゃるから、そこからのつなぎで見ないと分からなかったり、お話聞かないと分からないですもんね。そういうポイントもいくつか出てきますよ ね、 そうですよね。でもね、はい、ということで来週12月19日20日21日と都市伝説関さんの注目ですね。関さんの、そうですね、本当にもずっとお忙しく
やられますね。いや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 、こっからっすよ。こっからっすか。いや、こっからっすよ、ゆきちゃん。本当に。いやいや。いや、ゆきちゃんって言っちゃって、本当にね、ファンの皆さんすみません。ね、慣れ慣れしく聞こえたら申し訳ないんですけど、でも僕ね、本当好きなんですよ。いや、いや、勇気づけられることもいっぱいありましてね。まあ、嬉しい限りです。いや、嬉しい。で、こっからまた挑戦して、外に出てね、世界行ってるっていうのが、同じ日本人としても嬉しいし、いやかっこいいよね。いやかっけえんだよね。いや本当にかっけえって、30代の人たちにすげえ俺夢あると思うもん。本当ですか。本当に今からまたね、新たな世界がバーンって開く中、うん、やっぱ突破口となって世界に行ってるってすごいよ。道作りに行ってんだもん。いや、そんな大したあれではないですけども、いやいやいや、ありがとうございます、はい。改めましてになりますけれども、はい、この番組ホノルルラの方でも放送していましてですね。あー、すごいですね。はい、都市伝説ね、好きな方も一社いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、改めて都市伝説とは。都市伝説っていうのはですね、ええ、元はね、本当の話だとしてもね、それが人づてにこう回るにつれだんだん尾ひれがついて、うん、ね、元が本当の話だったのに全くの嘘に聞こえてたり、うん、その逆もありますよね、うん、嘘の話がだん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 信憑性を帯びて本当に聞こえてくる、うん、ただその本当の真実とは何なんでしょうっていうのが辿る旅でもあったり、でロマンの旅ですね。ロマンですね、はい、本当に。だからね、人間本当に大切な、ね、追求心っていうのを忘れちゃダメなんですよね、うんうん、で今5万たる情報の中から本当のね、真実っていうのにたどり着かなきゃいけないですから、自分自身の己の目っていうのを開かなきゃいけないんですよね、うん、これはこれ絶対なんです、うんうん、で自分自身っていうものが、己っていうのが、まあ、大切な時代になるからこそ、その己の中に何が必要かですよね、うん、確信に入ってるもの、己の確信部分は何ですか。いい話ですね。そうなんです、はい、その己の確信部分に必ず愛を持っておいてくださいよ。愛があった上で全てを開いていってくださいということですね。素敵、いいですね。もう新時代、はい、本当に2013年、本当に時代切り替わりますから、そうですね、本当に大切なものだけを、うん、絶対に持ってください、うん、だから、まあ、僕がね、今後いろいろな話をしていきますけどね、うん、あくまでも信じるか信じないかあなた次第の世界ですけどね、でもその中でも大切なの、絶対人としてブレちゃいけないのは愛っていうものを中心に持った上で、うんうん、絶対に仲間作りから始めてくださいよ。本当に時代が切り替わりますから、ですね、素敵な話が聞けましたね。信じるか信じないかあなた次第ですって、すごく深い言葉なんですね。本当に自分の中から、自分の中で探していって、自分で確かめていく、そんなような話ですよね。そうです。全ての決断は己がしていくんです、うん、そこにあとは何が必要かって言ったら調和が必要なんです。愛を持った上で人と人を重なって調和していく、そういう時代が来ますからね、ですね。さあ、もう受け入れる準備をどんどんしていてください。やだ、怖いですね。いや、受け入れる準備、いや、受け入れる準備をして、そんで自分から動き出していく、大事なことですね、はい、はい、肝に銘じておきます。いいありがとうございます、ではここで1曲聴いていただきたいと思うんですけれども、はい、関さんから、はい、リクエストの曲を、はい、やったー、はい俺これさ、ごめんなさい、急に声高々と俺ね、本当にこれ嬉しいんですよ。これ僕が聞きたいのはいいんですよね、はい、これはね、小柳ゆきさんで Be Alive をぜひ流してほしいんです。本当にありがとうございます。これね、本当にね、僕の中のね、思い出がちょっと詰まっちゃってるんですよ。で、他にもいろんなね、曲いっぱいあると思うんですよ。でね、うん、クリスマスも近いから、うんうん、ね、ホワイトクリスマスとかもね、うん、いいのかなとは思ったりするんですけども、ここはちょっとね、個人的なのを優先させてもらって、はい、Be Alive ね、これ僕、この時代に恋愛しててね、いや、本当に忘れられないね、ある種ね、一人の女性との恋愛の時に、すごい重なってたんですよね。で、そこで本当に悲しい気持ちとかもこれを聞きながらもね、勇気づけながら、で初めて女の子の意見っていうのが分かる瞬間だったんですよね。あ、そうなんですね。恋愛の中でつい自分勝手に全部押し付けてしまうっていう、このね、うん、男方の恋愛しちゃいますけど、うん、でも初めてそこでなんかこの
女性側の意見を初めて取り入れた中で行動し始めたきっかけになった。すごい大恋愛だったんですね。いや大恋愛ですよ、その時本当にもう、今も結婚したから過去のことですけどね。あ、そうなんです。あ、切ない話ですね、いやいや、もういろいろな事情があって別れる形にはもちろんなりましたけど、でも本当に大恋愛で、あ、素敵な話、ありがとうございます。いやいや、全然全然。ではその思い出の一曲、はい、流させてもらいたいと思います。それでは聴いてください。小柳ゆきで We Are Live。